はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、メガウェブまた今日も来ております。今日はねラブ4を、予約しましたので行ってみようと思います。ラブ4、ラブ4、ラブ4というわけでね、3台ね、メガウェブにあります。ちょっと1台ずつ見ていきましょう。こちらはね、GZ パッケージということでね、エアロがね結構ついててかっこいいですよね。いやラブ4ってね本当になんか四角くなっちゃいましたよね。前はね、私の記憶のあるラブ4って丸っこいねやつでしたけど、フロントマスクはね結構これカスタマイズパーツですかね、最初からこんな感じなんですかね。これいいね。これフォグランプはこの上の部分になるんですけど、これポジションランプかなが、下の方に光るみたいですね。あ、これいいんじゃないの。全長はね4600mm ですね。ラブ4大きくなっちゃいましたよね。後ろから見たらねこんな感じです。いや四角い四角い。あ、結構スタイリッシュですよね、シュッとしたデザイン。ちなみにね、全幅は 1855mm あります。大きくなったなラブ4。車高は 1685mm ですね。ホイールもねこのタイプはいいの履いてますよね。235の 55R19インチを履いております。ラブ4っていうね、でもこれね四駆がないタイプも確かありますよね。ちなみにこのタイプで、334万8000円しますね。 WLTC モードは、15.2kPa ですね。ちょっと内装の方を見てみましょう。お、扉が軽いではお邪魔します。内装はねこんな感じです。あー結構なんていうの、上質感あるね。デザインはね、モダンな感じなんですけども、まあ、若干ねこうちょっと近未来的なデザインでもあるんですが、全体的にねちょっとこういう革張りのねステッチがあったりとか、落ち着いた色目してますね。あ、もうちょっと子供っぽいのかなと思ってたんですけど、いやいや全然大人びてますね。これもねダイヤル式で操作性はいいです。ちょっと軽めかな、クリック感キチキチ言います。で、これねシフトノブ、こういいですよね。このシフトノブね単純でね、あの一番シンプルなのが一番操作性がいいですよね。プリウスとかねちょっと訳が分かんなくなっちゃってますからね。でこれがモードダイヤル、スノー、これなんか岩場登る時とか坂道とかね、ギアを落とせるやつですかね。一応ね、スポーツモードあります。ノーマルエコと、今ね乗った感じこんな感じです。あ、いい感じです。いい感じというかね、ちょっとね包み込まれるようなね、感じしますね。私ねちょっと座高が高いんでね、あんまり、参考にならないと思うんですけど、結構ねそれでも頭の方ゆとりがあります。特にやっぱこのドア周りがね結構ちゃんと作ってるんですよね。シートもね電動シートで2人までねセットできますね。ドリンクホルダーはまあ空きっぱタイプですね。あ、中にね USB の電源が取れるようになっております。結構ね後ろ広いです。あのゆとりの空間ですね。あ、この車後ろもなかなか乗り心地良さそうな感じがします。足元もね拳1個2個半ぐらい、十分取れますね。で、次がねこちら、だいぶね印象変わりましたよね。本当にね荒れ地をこのまま行っても大丈夫そうな感じの、いわゆる 4WD っていうねデザインというか色目ですよね。あ、これ屋根がねツートンカラーになってるんですね。エアロのねデザインもだいぶねハードなデザインになってますね。フロントグリルはちょっとプラスチック感を感じますね。よく見るとね結構違うんですね。このフロントマスクはねこっちは出張ってますね。なんか四角い、いかついデザインになってますね。さっきのはね、このタイプはほらつるっとこの部分つるっとしてるんですよ。なんかちょっとところどころデザインが違うんですね。フロントマスクの印象が違いますね。横から見たらこんな感じです。この色結構日本車にない色でいいですよね。こんな色少ないですよね。ちょっとヨーロッパ意識してるのかな。いやこっちの方がね結構落ち着いた感ありますよね。あのエンブレムとかもねメッキじゃなくてこれ艶消しのエンブレムになってますね。うん、
結構趣味が分かれるかもしれないですね。マフラーは結構おとなしめですね。このタイプで、313万円ですね。実燃費10キロ行くかどうかってとこですかね。ホイールもね、なんかギラギラ感は、なくして結構マットなデザインになってますね。あー、このタイプだいぶ違いますね。なんかね、あのオレンジ色が印象的です。ちょっとしたね、小銭入れも、オレンジ色があしらわれてますね。やっぱこの扉がちょっと軽いっていう感じがします。今ねこれリア倒してる感じですね。結構やっぱシート自体はね分厚いですよね。あのクッション性はいいなと思いました。こういう白がね目立ちますね。これ汚れ大丈夫って感じの。あ、でもなんかちょっとサラサラしてる。続きましてこちら、ハイブリッド X ですね。なんかフロントマスクもね、若干おとなしめというか、何もついてないっていう感じの。ただまあこれハイブリッドなんですよね。ラブ4なんですけど、FF という肉なんですよね。横から見ても落ち着いたデザインというか、まあ至ってね、デザイン的には、プレーンなデザインということで、ホイールも個性がないというか。ではね、ハイブリッド、内装を見てみましょう。ドア軽い。何が違うか一瞬わかりませんね。ちょっとグレードがそんなに高くないんですかね。ハンドルもね、樹脂のハンドルになってるし、ドア周りもね、革張りじゃなくなってますね。ちょっと手で触ると質感が、違うなという感じがします。後座席ね、こんな感じですね。どれもね、310万円ぐらいですね。310万、320万円ぐらいです。で、それぞれね、個性がこれだけ違うんですね。ガソリンタイプでもね、内装がね結構豪華だったりするので、同じ値段ぐらいでも、私だったらひょっとしてこのハイブリッドじゃなくて、このガソリンタイプでグレードを上げて、内装のいい方を選ぶかもしれないですね。シートがね、革張りだったりとか、ちょっとこのオレンジ色はどうかなと思うんですけど、いや全然ねやっぱ質感が違いますよね。グレードを上げた方がいいと思います。今からね、ちょっと試乗の方をしてみようと思います。今ね、乗ってる車は、ラブ4のハイブリッド X2WD ですね。あの4駆じゃないということで、320万円のグレードを乗っております。さすがね、トヨタのハイブリッドカーということでね、すごいやっぱね、静かです。当たり前か。